丸い顔をこちらに向けて直立した姿の平安時代の仏像、12世紀に制作された聖観音菩薩立像、木を用いて作られ彩色を施し金箔で飾られた高さ約45センチメートルの本作は正面向きの姿を示し、衣のひだは浅く彫られた起伏が乏しい穏やかな造形となっています。右腕は下に下げて肘を伸ばして手を広げ、肘を曲げて胸の高さに掲げつつ前へと出した。左手にはかつては蓮の花の茎が握られていたと考えられています。平安時代の後期に好まれた素材の傾向を反映し、本作にも木材が使用されていますが、表面には金箔と彩色の跡が残っており、鮮やかな色彩と金色の輝きにより見る者の目を引きつけた石室の姿が忍ばれます。